2012年6、8月10日、なぜ9年前営業所で、やって、4回目の、再稼働反対、再稼働反対フライデーナイトです。今日は参加者が8人ですね。これから何人か来るかとは思うんですが、今回参加、毎回参加されてる福山さんですが、どうも何か思いと、あと思いこれからのことを、やっぱやって、できるときやっぱり続けていかないとね、みんながやっぱり分かっていることだと思うんだけれども、こういうのを続けていくのがいいんじゃないかと思うんで。ですよね、あの山口県の岩井島では30年間毎週続けてその原発を作らせないという戦いをしてきた。あの戦いを見たらね、我々の戦いというのはまあささやかかなとは思いますけど、持続してやっぱこう理解者と賛同者を増やしていくことかなというふうに思うんですよね。まあ、いろんな奄美に、まあ、馴染むようなアピールの仕方を、まあ、いろいろと考えて毎週なんかね、こういろいろ練って参加して楽しくやっていきたいっていうふうに思いますね。どうもありがとうございます。眠いんじゃない？なんか一言メッセージどうぞ。今頭が回らない。回らない。じゃあ後でまたね。はい。こんにちは、お疲れ様です。4回目の参加ですが、何かメッセージか思いをどうぞお願いします。原発はいらないよね、まあちょっと夏休み ですけど、どうですか？楽しんでます。楽しんでます、はい、じゃあ楽しんで、はい、やれるようにしていきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。平井俊一氏は東大の教授でありますが、
これから原発村から美味しいのをいっぱいいただいてる人で、安全な原子炉を作ろうと言ってますけど、皆さん、去年の 3.11 の福島原発事故で原子炉に安全な原子炉はありません。それで国会の聴聞会で衆院知事はこうも言っています。より安全な原発をどんどん動かして、こういう人が原発の規制委員長になったらですね、規制委員じゃなくて原発の促進委員会になるそうです。ですからあの人事案は撤回してほしい。そして僕たち小さい子供、僕たちじいさんはこういう歌を歌いたいですね。僕らの大地、この大地はね、あの人間だけのじゃないです。ありとあらゆるね、生き物、それからお日様や、それから風や山や海や、みんなのね、そういう生き物がこの大事な地球、大事な大地。あの柳瀬隆文さんの作詞で、泉作戦というのね、作曲の手のひらに、手のひらを太陽のね、パロディーで歌いましたね。クラシックギター持ってこなかったんでね、今日はこの奄美の自然で歌いましょう。いいですか、ゆかちゃん、ゆうたこ、みんな歌ってね。ゆうたこ、お姉ちゃんも歌ってください。僕らは原発いらないんですよ。僕らは原発いらないよ、生きていくから歌うんだ。僕らは原発いらないよ、生きていくから叫ぶんだ。太陽も風力も水力地熱も、みんな再生エネルギー。お日様だって、お山だって、お川だって、みんなみんな生きているんだ、僕らの大地。私もプレイ123。はい。僕らは原発いらないよ、生きていくから歌うんだ。僕らは原発いらないよ、生きていくから叫ぶんだ。太陽も風力も水力地熱も、みんな再生ているんだ、僕らの大地。もう一回で終わりです。はい。僕らは原発いらないよ、生きていくから歌うんだ。僕らは原発いらないよ、生きていくから叫ぶんだ。太陽も風力も水力地熱も、だって、お山だって、お川だって、みんなみんな生きているんだ、僕らの大地。このきれいな水の惑星、地球から原発をゼロにしましょう。はい、原発ゼロ。でも全部がね、
Thank you.